自民党内で積極的な財政出動を求める声が強まっています。新型コロナウイルスの感染拡大で大型経済対策が続いていることも追い風で、対するこの財政再建派の存在感は薄いというふうに読売新聞には出てますね。この来年夏の参議院選挙を見据え、政府のこの歳出圧力、さらに強まりそうだとも言うんですが、 これはどうでしょうか、お、げさな記事ですよね、これもなんか、要するに積極財政派を潰したい、えーえー、その緊縮財政派がこういう記事書かしとるんやろうなと、僕なんか思いますよね。えー、これは何の記事かっていうとね、えー、自由民主党の中に自民党財政政策検討本部と。 いうのが、まあ、できたんですよ。はいえー、で、これは、あの、財政再建、えー、なんとか本部とか、なんとか部会とかっていうのが、これ、稲田朋美さんが成長会社の時に作らはったんですけど、えー、まあ、それは、その、財政再建の目標だったんですけど、はい、まあ今回はね、あの、財政政策を検討しましょうと。はい だから、債権も含めるし、るね、経済成長も含めるし、はい、その財政政策を検討しようって言ってるだけでね、ええ、これ別に積極財政やるって言ってるわけじゃないんですよ。ええええ、で、こういうね、中立の会、だって中立そのものじゃないですか、財政政策検討部、本部って言ってた、はい、って、ええ、財政政策検討したらあかんのかっていう。うん で、それなのに、これ、あのー、読売は、積極財政論強まるって書いてね。そ、はい、れで、財務省の子役人の意見で、これは大変危険だ、みたいなことも書かせてですね。<ー>この動きを潰そうとする記事なんですよ。はあ、そういう向きがある本当気持ち悪いですよね。ねえー、だって、どういうことかっていうとね、えー、財政政策を検討するって言ったら、えー、まあ、いろんな議論の仕方がありますけど、あの、財政を縮めていくのか、 まあ、拡大していくのかって、二つに一つだとしましょうよ。はい、で、で、今までは縮めていくことだけが善だと言われてたんですけど、財政政の検討本部って言ったら、いやいや、別に、縮めていくこともええかもしれないけど、拡大することが必要なこともあるんだから、拡大するっていうことも選択肢に入れて議論しましょうって、言ってるだけで、はい、財政、積極財政論強まるとかですね。<ー>バカお前んですよ。<いや S 1> <laughs> 右か左かで、右だけ考えとったから、左考えるっちうのを入れ出したら、左への圧力強まるって、当たり前やろ、お前。圧力強まるに違うって、その、普通の理性化しただけであってですよ。なんか圧力団体がなんかこう、無理やり、こう、なんか圧力かけてるみたいな記事にするっていう、この読み売の根性が気に入らないな。 <laughs> はい。えー、確かにだからね、うん、今までその財政再建という名のもとにやっていたものが、財政政策と少しこの大きくくくっただけであって、中身は一緒かもしれないってことです,もんねもんですよね。ね。えー、で、政府はですね、2025年度に国と地方のプライマリーバランス黒字化する目標を掲げています。で、一方で過去最大の一般会計歳出となる21年度補正予算が閣議決定されるなど、新型コロナの影響を最小限に 抑えるため切れ目のない財政出動が去年から続いていると。 でこの財政規律を重視してきた岸田総理、11月に今は緊急時だと強調し、うん、黒字化目標も再確認と検証を行っていくと述べ、見直しを否定しなかったということなんですかね。まあまあ、一応そうなんですよね。<ー>で、一応、緊急事態の時には、財政黒字化目標、PB 黒字化目標は、はい、考えないと断定してますからね、はい、そもそも総裁選の時からだから。今 緊急事態って言ってんのやったら無視するってことよな、お前ってことに。まあ本来なるんですけどね。うん。でもこれって発言はだん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 薄まっていくんですかね。そうなんですもなフラフラしてありますからね、ご発言が。だからまあどうなるか我々国民はしっかり、監視していかないといけないし、この財政政策検討本部での議論、はい。というのをですね、しっかり我々、あの、注視していくことが必要だと思いますね。はい。